ソフィー&プラフタのアトリエ2番煎じだったでしょうか。どうしました？よし、じゃあ今度こそ調合を始めるよ。プラフタ、いろいろ教えてね。はい、わかりました。よし、何をどの材料を使おう。こんな感じで。それじゃあ始めよう。うん、いい感じ。うんうん、好調好調。いいねいいね。こんな感じで大丈夫？それじゃ一気に仕上げるよ。できた。レベルアップ。わー、今までのよりいい出来だよ。はい、同じレシピでもやり方次第で出来栄えは大きく変化するのです。錬金術の基本は創意工夫、覚えておいてください。創意工夫だね。うん、わかったよ。ところでさ、プラフター、私そろそろ別のものを作ってみたいんだけど。それも創意工夫次第ですよ。え、どういうこと？日常の生活で経験するさまざまな出来事、見たもの、聞いたもの、感じたもの、それらをもとに創意工夫することで新しい錬金術のレシピをひらめくこともあるということです。とにかくいろんなことをやってみろってこと？簡単に言ってしまえばそうなりますね。わかった、とりあえずいろいろやってみることにするよ。ええ、ぜひそうしてみてください。少なくとも得た経験は必ずあなたのためになるはずですから。私元気でやってるよ。いらっしゃいませ、ソフィー。この間はありがとうございました。いえいえ、お安い御用です。また何かあったらいつでも言ってください。それでは早速お願いしてよろしいですか？え、何かあるんですか？ええ、この店は人が集まるのでいろんな頼み事が入ってくるのですよ。ソフィーにはそういう依頼の対応をお願いしたいのです。私で大丈夫でしょうか？
あれだけのものが作れるのです。今のソフィーなら大丈夫でしょう。それに私の方でソフィーにできそうなものをまとめるので大丈夫です。わかりました。それならやってみます。ありがとうございます。頼み事の他にもいろんな情報がありますので、詳しく知りたいことがあったら言ってください。いらっしゃい。どの噂を聞きたいのですか？その噂でよろしいですか？いらっしゃい。どの依頼？ありがとうございます。ありがとうございます。それでは。よし、どこに行くんだい？何かしら、あれ。オイラの日頃の行いがいいおかげだな。いろんなものがありそうだな。採取採取っと。これってしょ？よいしょ。うわぁ、なんだか強そう。道具で攻撃するよ。楽勝楽勝。なんだか強くなった気がするよ。この経験次に生かさないとね。植物のためにオイラは強くなるのさ。ちょっと強そうじゃないかな。なかなか効くよ。やっせいえいやっみんなお疲れ様。なんだか強くなった気がするよ。この経験植物のために。取れるかな？
行こう。よし、どこに行くんだい。ソフィー、ちょうどいいところに。あれ、モニカ、どうしたの？ねえ、ちょっと時間ある？うん、大丈夫だけど。よかった、なら、ちょっと手伝ってほしいの。何を？教会の大掃除よ。ソフィーを連れてきました。大掃除手伝ってくれるって。あら、久しぶりね、ソフィーちゃん。来てくれてありがとう。ううん、最近来られなくてごめんね、パメラ。そんなこと気にしなくていいのよ。パメラさん、話は後にして、まずは掃除を片付けましょう。日が暮れちゃいます。そうね、じゃあ早速始めましょうか。うん、結構片付いたね。え、まだまだ残ってる気がするんだけど。今日はこのくらいでいいのよ。二人ともお疲れ様。あ、そうだ、パメラ、ここにあるものって捨てちゃうの？そうね、使えないものばかりだからそうなるわね。じゃあ私ちょっともらっていい？錬金術に使えそうなものもありそうだから。そういうことなら好きなだけ持ってっていいわよ。全部持っていくといいわよ。それは、全部はさすがに悪いかな。ちゃんとお金を払ってもらっていけばいいじゃない。そんなこと気にしなくてもいいのよ。うん、ちゃんとお金払うよ。そうね、じゃあ教会への寄付としていただいていいかしら。寄付？ソフィーちゃんがここにあるものを持っていく代わりにいくらか寄付してもらうのよ。それならいいでしょ？なるほど、それならパメラさんにもソフィーにもお得な話かもね。うん、私もそう思う。じゃあパメラ、これからたくさん寄付するね。はーい、待ってるわ。こんにちは。いらっしゃい、ソフィー。よく来てくれたわね。何か探し物？うん、ちょっとエリーゼお姉ちゃんに聞きたいことがあって。何かしら？昔、おばあちゃんが何か変わった本を買っていったことがなかったか覚えてない？ソフィーのおばあさんが？私は覚えてないわね。
そっか。何かあったの？うん、家に変わった本があって、どこで手に入れたのかを調べたかったの。そうだったの。ソフィーのおばあさんはもともとたくさんの本を持っていたからね。私もわからないわ。そっか。ありがとう、エリーゼお姉ちゃん。役に立てなくてごめんね。ううん、ありがとう。それにしてもどんな本だったの？喋る本だよ。喋る？そう、喋る本。ソフィー、あなた錬金術のしすぎで疲れているのよ。ちょっと休んだ方がいいわ。あ、信じてないの？だって喋る本なんておとぎ話みたいなんだもの。じゃあ今度アトリエに来てよ、紹介するから。わかったわ。約束だよ。え、それとせっかく来たんだし本を見ていったら？もしかしたら何か役に立つ本があるかもしれないわよ。うん、じゃあちょっと見ていくよ。こんにちは。角で叩かれたら痛いだろうな。あら、いらっしゃい。よく来たわね。ゆっくりしていってちょうだいね。どれを買うの？いらっしゃい。どの依頼を引き受けてください。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。いらっしゃい。それではまた。かな。どの材料を使おう。レベルアップ。どの材料を使おう。やりました。レベルアップ。どうしました？こんばんは、ホルストさん。おや、ソフィー、いらっしゃい。こんな時間に珍しいですね。夜のお散歩も悪くないかなって。夜風が心地いいですからね。昼とは雰囲気が全然違うんですね。
そうですね、夜はお客様にお酒をお出ししているんですよ。へえ、お酒ですか。もともとは昼に来られないお客様のために夜も開けていたんです。そうしたら夜のお客様からお酒を出してほしいというご要望をいただきましてね。ですからお酒は夜限定なのです。そうだったんですか。いつの間にか夜は酒場のようになってしまいましたけどね。ひょっとして料理もお昼とは違うんですか。もちろんですよ、お酒に合う料理をお出ししていますから。いいなあ、私も何か食べてみたいな。でもお酒はちょっと。料理だけ食べることもできますが、お酒に合うような料理なので。そうですね、大人になってお酒も飲めるようになったら試してみてください。はい。もちろん店にいらしていただくだけなら昼でも夜でも構いませんよ。お好きな時にどうぞ。じゃあまた来ますね。いらっしゃい。どの依頼？ありがとうございます。それ。よーし、どこに行くんだい？何が取れるかな？これって植物だよね。オスカーに聞いたら何かわかるかな。今日も一日頑張っちゃうよ。なんだか曇ってきたかも。雨。よし、どこに行くんだい。これって食べられそうだよね。試しに味見してみようかな。いいものあるかな。よいしょ。ちょっと強そうじゃないかな。君、道具を使うよ。あたな、とりゃ。よし、早く植物観察に戻らないと。なんだか強くなった気がするよ。この経験、次に生かさないとね。植物のためにオイラは強くなるのさ。面倒だから早く終わらせちまおう。君、道具を使うよ。眠りなさい。まとめて吹っ飛ばす。えい。だ。みんな、お疲れ様。採取採取っと。次はどこに行くの。プラフタ、レシピを書き込むよ。はい、お願いします。何か思い出したことはある？
はい、確かに今思い出しました。本当？やったー！ねえねえ、どんなことを思い出したの？私の想定にはアウレギューの皮が用いられています。うんうん。え？それだけ？はい。何かもっとすごいこととか思い出したりしてないの？すごいことですか？ああ、もう一つ。なになに？どんなこと？私は閲覧のためではなく、記入していくために存在している図鑑だということです。つまり、知識を書き入れてもらうことこそが本懐なのです。よくわからないけど、クラフトにレシピを書き込むのは正しい使い方ってことだよね。そういうことです。まあ、書き込んだら本当に記憶も戻ったみたいだし、この方法は合ってるってことだよね。よし、クラフトの記憶を取り戻すためにもっと錬金術の勉強頑張らないと。いらっしゃい、ソフィー。こんにちは、ホルストさん。あ、ソフィーだ。久しぶりだね。テスさん、お久しぶりです。しばらく見かけなかったけど、何してたんですか？家のこととか、いろいろかな。まあ、今日からお店に復帰したんで、よろしく。あ、はい、よろしくお願いします。あれ、そういえばなんだかお客さんもいつもより多いような。それは私がいるからかな。やっぱりお店には花がないとね。ええ、そうですね。テスが戻ってきてくれて店がまた賑やかになりますよ。売上向上にしっかり貢献しますからね。任せておいてくださいよ、マスター。頼もしい言葉です。期待していますよ。はい。テスさんは前と変わらないね。これならきっとお客さんも喜びますね。うん、せっかく来たんだからソフィーもゆっくりしていってね。はい、そうします。いらっしゃい、ソフィー。今日はどうしました？特に何かあるわけじゃないですけど、気になってることがあるので聞いていいですか？なんなりとどうぞ。私にわかることでしたらいくらでもお答えしますよ。ホルストさんってカフェの店長さんなのに、どうしてお仕事の斡旋をしてるんですか？ああ、そのことですか。別に大した話でもないのですが、以前この店にはお客様同士が交流に使う掲示板があったんですよ。掲示板？そうです。ある時お客様の一人がその掲示板に賞金付きの依頼を書き込みました。それがきっかけで掲示板は依頼のやり取りに使われるようになったのです。へえ。ところが掲示板に書き込む人が多くなりすぎてぐちゃぐちゃになってしまったんですよ。ですから私の方で一括で管理するようになったという次第なのです。そうだったんだ。初めて知りました。でも大変じゃないですか？確かに大変ですが、手数料もいただけますしね。日によってはカフェの売り上げを超えることもあるので助かっていますよ。そういうわけなので、ソフィーも頑張ってください。頑張るとどうなりますか？実績を積んでいただければより難しい依頼をお願いすることができます。ソフィー、あなたには期待していますよ。はい、頑張ります。
いらっしゃい。どの依頼を引き受けてくださるのですか？ありがとうございます。ありがとう。それでは。あれ？ロジーさん？ん？ああ、ソフィーじゃないか。ちょっと修行の旅にな。修行の旅？何の修行なんですか？何って、いろいろさ。新しい製法を学んだり、鉱物を探しに行ったり。そういうソフィーは何をしているんだ？私最近本格的に錬金術師としてやっていこうと思って。だから材料を探しにここへもよく来るんですよ。錬金術か。まあ、ソフィーも頑張っているならよかったよ。ありがとうございます。おっと、そろそろ行くかな。開店準備があるんだ。それじゃあまた。はい、さようなら、ロジーさん。開店準備？よう。朝から精が出るね。さて、何を買っていってくれるんだい？またいつでも来るんだよ。お野菜、いつ見ても美味しそうだな。こんにちは。子供たちのお世話って楽しいだけじゃないんだな。